講座には被爆者の体験を聞き取り原爆の絵を制作している広島市立元町高校の生徒と卒業生が講師として参加しました。2年生の増田さんと持田さんは被爆者と対話を重ねながら何度も描き直すうちに、活動の目的は絵を描くことではなく被爆者の体験を伝えることだと理解が深まった経緯を伝えていました。また卒業生で広島大学3年の原田さんは、絵の制作や平和活動に取り組む人々との交流を通じて使命感を持って平和に関する活動や発信を続けていると話しました。3人は被爆者の高齢化で直接体験を聞く機会が減る中、可能な限り活動を続けることが必要で、その後も言葉だけでは伝えられない被爆者の思いを継承していくべきと訴えていました。